ドラム、叩けるのすごいねえそうかな慣れの問題だと思う四部8部16部とかのリズムとその表裏の拍を意識していけばお、えっとえごめん話ややこしくしたかもお願いします おお願いしますあ目があったのに貸してもり、追いかけて渡してくるえタキちゃんそこまではタキちゃんは何か運動とかしてるえどうしたの急にやってないけどあライブで最後まで 疲れずに歌えると。ああ、体力づくり。ともりはそのままでいいよ。疲労を貯めるのも良くないから。でも。せとりはともりが疲れないような流れにするし、もしもの時はドラムで。その、フォローするから。お、うん。お疲れ、ともり。これ。 リンゴジュース。んありがとう。リンゴジュースは、喉にいい成分が入ってるらしくて。今日は結構長く歌ってたから。そう、なんだ。ありがとう。タキちゃん、すごいね。いや、ボーカルは体が楽器だから。ちゃんと喉はケアした方がいいと思って。 うん、私もいろいろ調べてみるスティックボロボロああこれ消耗品だから仕方ないとは思うけどライブ中に急に折れたら困るしそろそろ新しいの用意しとこうかなおうああ今朝拾った枝いる <laughs> ありがとう 気持ちだけ受け取っとく。あのさ、これ、ともりにあげる。んあ、ボタンアンティークショップで見かけて、こういうの、好きかなって思って。あ、かわいい。ありがとう、タキちゃん。 素人ゲームズ